どうも、いつもありがとうございます。ヒブロックです。さて今日も京都でいつものお店ですが、なんと今日は珍しく A タイプの示唆があります。この間生配信でお話しした時のような内容、まあほぼ同じような映画来てるんですが、まあ、前回はね、期待して来たのにもかかわらず、まあ、A タイプの島には誰一人座らなくてですね、もう自分一人で設定探しの旅をしてボコボコにされたというお蔵入りの動画があるんですけれども、まあ、今日もそう、もしかしてそんな感じなんかなと思ったんですが、なんと抽選はですね100人ぐらいの人が来ておりまして、まあ、その中でも自分は13番を引けましたんで、どんちゃんやったら取れるんかなと。多分ねあのスーバサーの方に皆さん流れるんちゃうかなと思うんで、スーバサーとどんちゃん6台ずつやから12台あるんですよ。だから全員が全員行くとは思わないので、まあスーバサーは甘いから設定入れへんとしても、まあ、B 花の5なら積もれるんじゃないかなと。まあ、B 花の5も十分危険なねあの機械割りですけれども、まあ、もしも積もった暁にはですね、よっぽどのことがない限り、まあ、心が折れない限り、この面をかぶったまま7000、8000回していきたいと思います。はい、そんなわけでちょっともみあげがねピラピラなりますけれども、今日も最後までお楽しみください。それではてやんでい頑張ります。まあ、ちょっとね、これで今日もローソン突撃してみたいと思います。まあ、どういう反応になるんか、ちょっと楽しみですね。車の人からめっちゃ見られてますね。まあでもね、もう自分ぐらいのもう達人になってきますと、もうこういうの全然余裕になってくるんですよ。まあそんなわけでちょっとローソンね、入ってみたいと思います。いつものローソンですね。いつもの店員さんがいらっしゃるんやったらいけるんですけど、おはようございます。アイスコーヒーの M ブラックで。ポイントカードを使用しました。有料のレジ袋は必要でしょうか。はい、メルペイで。あ、大丈夫です。この間アフロやったんですよ。あの黄色の。そう。あ、わかりました。見ましたよ。あ、見たい。ありがとう。あ、そら、はい。やっぱ分かってくれてんですね。そうですね。このローソンいつも来てますよ。あ、そうなの。ありがとう。あの入った瞬間にですね、カップルがいらっしゃってギョッとしてましたね。今開店待ちなんですけど、やっぱ常連さんたちの表情もちょっといつもと違いますね。この面かぶってたらにこやかに笑いかけてくれますね。整っとかんとね。やっぱり嫌な予感がする。おはようす。やっぱりや。やばいな。やばない。またこのパターンやばいんでね。まあ、もう自分の経験だけで行って、ほんでもうやばそうやったら、リスクアップに逃げますね。うん、そうせんとね、誰もまだ座ってないんで、やばいでしょ。まあでもね、楽しんでやっていきたいと思います。おっす。まあ危険な香りしかしませんけども、とりあえずこれで頑張ります。おっす。お願いします。
っしゃ、140ゲームまあまあこれでね、ストップ解除できますから。やっぱ花火遅れなんてね、遅れが来なかったらやばい。おお。ナイス。外れ2回ですね。まあまあまあ。最低乗るまでやっぱ2回やもんな、花火の外れは。まあ、もうちょっと打ってみましょう。はい、52ゲーム。綺麗やね。やったね。ハズレが1回しか出てない。まあまあもうちょっとわからんかな。お、綺麗。暑いな、頼む。
ムで連れてくれよ。キャモン。Yes, yes, 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 yes.もう嫌な予感しかない。感がするぞ。行きますわ。ドン。ドン。わからんね。俺はいただいたでしょ。
んでやねん。おっと来ましたね。綺麗やな。青がよく揃うからね、調子いいですわ。
おっぽは決めたいな。青で。Let's run! Center! Center! Center!
ーメン。うとうしい、いくぞいくぞ。やっぱうとうしか。リスクアップはこっからですよ。まあでもね、ただ気になる点があって、第二天井はもう抜けちゃってるんで、やめね。実践終了です。お疲れ様でした。いやー、朝のね、もう地獄の展開は、もう一時期は投資が4万2000円まで膨らんで、あの世行きかと。うん、ほんと覚悟しました。もうなんとかね、巻き返すことができてね、本当に良かったですよ。うん。もう今月もね、10万とか得られたら、もうね、生活にね、支障が出てしまうし。まあまあ、本当にね、今回は素晴らしい引きかなと。うん。それとやっぱりいつものね、お店のね、角刈り、ちょっとね、厳しいですね。うん。っていうかね、このズラ、角刈りじゃなくて、岩尾なんですかね。あはは、こんなに角刈りを愛してるのに、彼は見向きもしなくて、つらい。しかも、このヘアスタイル実は岩尾のものだったなんて信じられない事実。あ、もう角刈りなんか見たくない。だけど角刈りも大好き。どうしたらいいの私。あ、積んでる。お疲れ様でした。すいません。